負けた。あの人が負けた。传送到其他 material 的记录，所以说可以这么认为。次の候補、100年後には見つかるでしょうね。何を言う。それでは困る。すべては住人のためだ。選出は引き続き慎重に行う。これ以上の失態は議会に顔が。ここは同じ毎日を繰り返す世界。よってお前がいくら介入しても何も変わらない。お前がここにいる意味はなく、ここにいてはならない。お前の世界がどうなろうが、俺の知ったことではない。君のいた世界は君が戻らなきゃそのうち消滅。俺は言った、余計なことはするなと。
昔の俺とは違うって。まさか自分に強選ってしたのか。そういうこと。バカな、自分への強選っては禁止されてるはずだ。だから規則には興味ないって。同じ毎日を繰り返しすぎて鈍ったな、先生。この女は殺させやしない。あの女を殺すのはこの俺だ。矛盾、間違いなく矛盾している。あの人の言葉に安心するなんて。携帯か。ヤンクバーグ携帯変化。はいはいはい。そうかな。何？なぜ変えようとしない。必要ない。俺の愛する家族はここに生きている。そうか、目的は達した。そろそろおいとまするよ。二度と来るな。俺は娘は明日一人海で命を落とす。奴は任務で忙しく、家には妻だけが取り残されていた。誰も会うことができない後悔の日々、それを繰り返している。懺悔の世界なんだ。そんな、あなたが無事でよかった。
何がおかしいの？まさか本気で心配してくれるとは思わなかった。死んだふりさ。死んだふり。この世界ではやりようがなくてな。俺が死んだことでお前に恐怖を感じてもらう。あなたは思われようが、お前はやり遂げなければならない。俺はお前にやってもらわなければならない。もういや、帰りたい。返してよ。私がやらなきゃとか、私の世界が消滅とか、そんなのどうでもいい。二度とそんなこと言うな。おやすみ。悪いな。やるしかないんだ。お前が。それは小さなわずかな確率で出会えたことにどんな意味があるの。冷たい指で触れたその優しさ、柔らかな日差しに見られてしまう。ジサレスグッズ日本で販売開始。概要欄よりチェック。センティカ F8ABA6 ジサレス楽しんでいただけましたでしょうか。井上雅宏です。この度ジサレスのファンクラブサイトがオープンしました。こちらのファンクラブサイトガンディアルでは未公開の写真や動画、設定資料だったりとか、あとは小説とジサリスの世界がより楽しめるような内容となっております。これからもいろんなコンテンツを随時追加予定ですので、ぜひこちらの QR コードか下の概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではまた次回お楽しみ。またね。